はいどうもネクロフです。さあ今回も時のオカリナじゃなくて風のタクで1でやっていきましょう。前回森の神殿終わってフロアの真珠ゲットしたところからですね、こっからもアイテムスライドでいきたいんですけど、アイテムスライドしようとするにはなんて言ったらいいかな、その浅瀬になってる海のなんていうのわかる、浅瀬になってるところって言ったらわかるか、そこじゃないとアイテムスライドできないんで、このテリー戦のこの樽をうまいこと使うんやけど結構難しいんで、これがあ、これやばい死ね、あ、やばいフリーズする、あっぶね、すぐに、あーこうなったらもうアウトですね。テリー戦が動くとアウトです。待って、フリーズするアウトです。オッケー。待あ、ここだ、この説明入るのか。まあこのままおばあちゃんに会いに行っても、おばあちゃんなんか病んでるんで、あの妖精分け与えたらなんか復活してばあちゃん特製スープとかいう最強アイテムゲットできるけど、この森の水ってなんかなくならないよ。これもう17分これずっと空き瓶占領してるから残念。よーし、っていうわけでまたアイテムスライドで、これちょっとだけスピード出して、足りなすぎる。こんなもんでいっか、スピードは。これで裏側に回って、ここ渦の中に巻き込まれたいけど、オッケー。これで赤字スノーの上に無理やり乗ることできるんで、北西に出発するぞとか言ってくるけど、その北西っていうのはまあ魚の島やね。でそう、今みたいに、その、無理やり、ここに乗らん方法で行く場合は、まあ普通に船でも行っていいんやけど、その場合やったら一回エリアイート挟まないといけなくて、なんで、こうやった方が理論的には早かった気がするけど、俺みたいにアイテムスライドに失敗しとったら、ダメ。待って、これ、やりすぎたくない。いけるか ?HD になってこの爆弾の軌跡がわかるんで、楽やな。で、このくるくるんってなってる丸いところ狙えばいいんで、よこしょ。よこしょ。オッケー。これ渦の手前側に渦に入ってしまうと、その爆弾がやっぱ一人ってあるから、手前ら辺であの渦の中入ってしまうと、その周期を待たないといけないっていうめんどくさいこと入るから、できるだけ手前側で、手前っていうかその看板で岩盤らへんで渦の中入った方が一応早かったような気がする。俺のはそうやって、多分ジャブ様はジャブ様の子孫かな。多分久しぶりだな、ハイラルの王よ。ここでそのゲームキューブ版の説明書を読んで、この文字を解読したら赤獅子の王がハイラル王っていうのがもうこの時点でわかるはず。お久しぶりでございます。ご無事で何より。ついにガノンが蘇ったようだな。やったような気がする。あー、覚えてねえなー。あ、では、後ろに乗せているものは時の勇者の子孫かみたいな。時の勇者かみたいな。あ、今や。では、お前が後ろに乗せているのは時の勇者かみたいな。伝説は全く無縁のものです。可能性、その可能性とやらにハイラルの運命を委ねるというのか。はい、覚えてねえ。
覚えてねなんとこれ3つ目のダンジョンがないっていう。初見で会った時はびっくりしたな。ネイルの真珠を手に入れた。ゼルダの手がかりは見つかったのか、やったような気がする。違うかったわ。ここか、ここか。ゼルダの手がかり見つかったのか、心当たりはあります。頼んだぞ。最後は覚えてる。頼んだぞ覚えてる。いやー、ちょこちょこ忘れてるなー。ちょっと深く。ちょっとだけ深く。というわけで、セーブリセットした方が早かったような気がする。こっから、三つの三角島に行って、三つの三角島に三つの宝珠を置いていくんやけど、それも全部アイテムスライドで飛んでいきます。おお、貫通した。おお、これ、アイテムスライドだったらこれ貫通するんや。これが一番最初の一周目っていうの？で、これで貫通できればいいんやけどな。このアイテムスライドがさ、この望遠鏡とかでもできたらいいんやけど、望遠鏡でできないからな。主観視点とかでもできたらもう完璧やったのにな。あ、爆弾ラッキー。ちょうど爆弾欲しかったところ。で、こっから、デクノハで飛んでいけば、あ、あんなとこにキルピーある。あそこ。初めて知った。あの奥に、なんや？デクノハで飛んでいけば魔力めっちゃ出るやん。あ、ここ魔力、めっちゃ爆弾出た。ラッキーラッキー。これ魔力出るってことあれやな。こっからデクノハ使いようってことやろ。で、風のタクトで、右反応して。オッケー。で、風向き西やったっけ？覚えてないけど。いいか、西やな。で、こっから、デクノハで飛んでいくと。これが、初見ってか、その最初の頃は、釣り橋があったりはなんかなくなってるんで、デクノハで飛んでいくと。オッケー。こういう移動もアイテムスライドがあれば、便利すぎる。で、こっちの奥に妖精の、大妖精ネズミがあるんで、財布強化してもらえるのかな。あ、モリブにおるやん、あの奥。これなんかジャンプでいけたっけ？ジャンプなんか出やんぞ。モリブリおるな。別にモリブリには用はないけど。アカルピーは復活してない。ここここ。これ看板何書いてたっけ？おー、金運の女神の泉やって。ここで財布強化やな、1回目。確かゲームキューブ版やったら、絶対に強化せな、クリアできんかった気がするけど、HD ではもともと財布がなんか強なってるんで、最初から。最大値は変わらんけど、初期値がちょっと違うかったような気がする。これさ、大妖精の下のバネのやつさ、マリオパーティー8のバネバネのキャンディー食ったやつじゃない。わかる？言ってる意味わかる？俺の世代の人たちならわかるやろ。マリオパーティー Wii のさ、マリオパーティー8やったっけ？バネバネのキャンディー食ってさ、マリオとかの足がバネバネになって飛んでいくやつわかる？じゃあわかる人コメント欄お願いします。あ、もう1000ルピーまで持てんの？へぇー。右下のアイコンが緑ルピーから青ルピーになったな。ラッキーラッキー。あ、妖精いるよ。あ、でも、おーい、お前。この森の水、お前も。妖精欲しいのに、ばあちゃん特製スープ欲しいのに。なんかおった。あ、テリー戦か。まあ茶番ってかまあ、アイテム収集とかはその程度にして、こっから、結構難しいんやけど、3つの島にプロール島からアイテムスライドで飛んでいきましょう。
今ちゃう、今のやつちゃう、これちゃう、違う、あ、あった、あった、見えた、ペヤー、オッケー、ここが三角島の1個目。爆弾欲しいんやけど、爆弾出ないっすか、爆弾出ないっすか、なんか下の鼻から出るなんか感があれへん、わかる、鼻から、鼻から、鼻から、どけお前、おお、残り2つ爆弾ちょうだい、ルピーじゃないんだよな、爆弾欲しいな、オッケー、28か、まあまあいいでしょう。そしたらまあ溺れてもいいんやけど、ちょっとした小技があって、待て、ミスった、あー、もうちょっとスピードあるべきやったな、これ奥に溜めすぎる、溜めすぎるっていうか、いっぱい溜めるとそのエリア外に行ってプロール島からリスポーンって感じないけど、でここで溺れるとプロール島から再開なんで、ちょっと離れてるけど、風向き真反対、あった、あれや、待ってー、オッケー、ふう、気持ちはマジで、もう爆弾は27個もあったらいらんっしょ、ちなみにここの島からのアイテムスライドはできません、一応ね言っとくけど、浅瀬があるけど、あのまあ浅瀬があるって言ってもやっぱ角度、角度で壁で速度貯めてってことしなあかんから、ここの島の形じゃ結構できないっすね普通に。あっと、なんか BGM 流れ出したよ、あー、もうちょっとやったなー、一応あの下画面にマップ映ってんねんけど、あと1フレーム、あと1フレーム遅かったら成功しとったわ、これ最後ら辺は1フレームだけで速度がだいぶ変わってくるんやけど、でこれ試しすぎてやるとフリーズするんで、プーとか言って、それが怖いからいつも芋ってまうんやけど、まあ最悪なんやったらこれ溺れることによってプロール島に復活することできるんで、次で最後やね、あれちゃう、え、どこ、おらー、やば、楽しい、これやば、みんなも風だけ1で勝ってアイテムスライドしよう、面白い、普通に楽しい、
巨悪を滅ぼす力ね。ここもね、試練があるね、試練。まあ、巨悪を滅ぼす力。まあ、ネタバレするとまあ、マスターソードで。マスターソードを引き抜くための、試練。神々が用意した試練やねんけど、まあ、バグ技の前では、問答無用ですからね。で、ちなみに今、タクト構えたりしてんのはなんでかっていうと、風タク HD になってから、その島に近づいたら、自動でゆっくりなっていくように、まあ、修正されたおかげで、まあ、なんていうかな、その、ゆっくりになるから、その分スピードロスになるから、タクトを、まあ、砲出して、タクトを出して、なんていうかな、結構説明難しいんだけど、出して一定時間置くと、ほら、一定時間っていうかもうすぐに砲閉まって、戻ると砲閉まってるけど、タクト出して、すぐに解除したら、ほら、砲が出るやろ、これ。砲が出たまんまタクト構えてんのに。そうすると、スピードがマックスまでビューンって出るんで、タクトを2回パパって押して、あ、3回押したらあかん。タクト2回出して、タクト構えたにもかかわらず、砲が出てる状態にすると、最高速度のスピードが島付近でもビューンって出せるんで。で、逆に止まりたいなって思った時は、タクト、まあ、この砲が閉まうまでの、まあ、0.567 秒ぐらい?こんぐらい出したらもう十分止まるわ。っていう使い分けが一応できるんで。あ、ちなみに、ここやったら風が全く吹いてないんで、自分で R を押しながら自分で進むしかないですね。でもこれはゲームキューブ版からスピードが上がってるんで、まあそこはいい修正機なんちゃうかな。というわけで今回はこの辺にしたいと思います。次回はこの神々が作った試練をバグを使って崩壊させていきたいと思います。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。